盛岡競馬場第7競走です JA 全農岩手協賛東日本大震災復興記念ジャパンジョッキーズカップ第1戦鎮魂出走12頭馬場コンディション両各馬の分けに順調で係員が離れました最後、統計輝き体制完了。 スススターししスターーートトしししままたた綺麗なを切りレです先行争いは外目から12番、統計輝きいきました、さらにそのうちシーザーズセレクト、あるいは内々を進んで4番のミナス・ジェライスです、この圏内につけまして、ダイワマックワンです、前4頭固まって 1000m 通過、その後ろ一馬審査で7番のダイワランクアップ、外は11番のコスモリオ、中段位置固まった状態でして、ここはダンストンスリル、内を進んではヤマリン・ジュニパーです、ヤマタケ・リュック、八百の標識を書く場通過、後方にかけましてはリゼ・タイムス、番サイレントスタ 1>, 1番パープルベスト、第3コーナー入ります、先頭からしんがりは10馬身ぐらいです、先頭はミナスジェライス600を通過、首ぐらいのリード、2番手に8番シーザーセレクト、3番手には12番の統計輝きで第3コーナーから3、4コーナーです、外目を追走して上がってくるのが大和マックワン、前、まあ、4頭固まってコスモリオがこの4頭見ながら追走で400を通過、内ちを進んで大和ランクアップ、4コーナーカーブ、さあ4頭、横一線で直線構成に向きました、さあ4頭どうなるか、ミナスジェライス、ミナスジェライス、外シーザー セレクトです。この2投の争いに外から200を通過してダイワマックワン、外からダイワマックワン追い込んでくるのがコスモリオ、統計輝きさあ先頭シーザーズセレクト戸崎啓太先頭に立ったさあ2番手ミナスジェライス、木村武史外は上がってくるのがダイワマックワン、福田祐一先頭は8番のシーザーズセレクトですシーザーズセレクト2番手争いは10番のダイワマックワンか内4番のミナスジェライスかその後二2番のヤマリン・ジュニパー1番のコスモリオ まずはチーム JRA がワンツーあるいはワンスリーフィニッシュゴール前の体勢ですがこれはワンツーとなったようです8番シーザーズセレクト解消。2番手が10番大和マックワン3番手4番のミナス・ジェライスそして12番の統計輝き。11番のコスモ・リオですまずはチーム JRA がワンツーフィニッシュ そしてチームウエストが3番手から5番手続きます上位はチーム JRA チームウエストで締めました8番のシーザーズセレクトビクトリーの3区です日高町の生産馬新井翔唯さん生産馬ですシーザーズセレクトが勝ちました7勝目第7レース お買い求めの勝ち馬投票券は着順払い戻し金確定までお捨てになりませんようにご注意ください。